はいこんにちはバンクアカデミーの良平です今日はこちらですそろそろ資産運用を始めてみたいけど30代や40代の人だともう遅いのという方にお話していきますこの質問はよくもらうので気になる方も多いと思いますそんな方にこの動画では今からでも遅くない 30代40代向けのおすすめの資産運用を紹介しますのでこの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いしますそれでは早速見ていきましょうではこのパートで30代40代向けおすすめの資産運用の始め方を徹底解説という話をしていきますが先にこの動画の結論をお伝えします 30代、40代から資産運用を始めることは決して遅くはない。20代に比べて収入も増えており、結婚や出産を経て将来のお金の準備を考え始めるにあたっていいタイミングとも言える。資産運用の第一歩は積み立てにさにて目標金額を設定して全世界株式や米国株式の投資信託を積み立てし、あとはほったらかして OK。 月3万3000円、年間40万円の積み立て、年利5%と仮定すると、20年後は元本800万円に対し、利益は558万円にもなので、思い立ったら始めよう。この結論をもとに、30代、40代におすすめの資産運用の始め方を丸ごと解説ので、ぜひ最後まで見てください。早速ですが、今、30代、40代の方は、お金の悩みが尽きないはずです。 こちらは自分が書いたお金の不安がなくなる資産形成一年生という本での漫画部分なんですが例えば会社員の方と突然会社が倒産したら家賃や住宅ローンが払えなくて家族で路頭に迷ってしまうんじゃないかあるいは結婚や出産などで大きな出費が続いて趣味に使えるお金もないほど貧相な生活になってしまうんじゃないかもしくは独身の方と 同僚や先輩は結婚をしだしているのに、お金がないばかりに、障害孤独なんじゃないかとか、考え出したらキリがないと思います。そんなお金の悩みを持つ方で、資産運用を30代、40代から始めるのはどうなのか。僕の考えをお話しすると、年齢的には全く問題はないでしょう。20代に比べて、収入も増えており、結婚や出産を経て、 将来を考え始める、ちょうどいいタイミングと言えるからです。例えば、子供が大きくなった際、大学資金などの大きな費用がかかってきますが、今のうちなら、資産運用で少しずつ、お金を増やして備えておきます。また、老後資金、2000万円問題が以前話題になりましたが、残念ながら今後の日本は、少子高齢化により、ある程度は自力で、老後の備えをする必要があるものの、30代、40代なら、 老後までの準備期間はまだ十分にあるので、やはり資産運用を始めるには全く遅くないと言えます。ただしそうは言っても、資産運用は何を始めればいいかわからないという方も多いでしょう。なんとなく、まず、 お金の管理をするために節約の鬼になったり、毎日の家計簿をつけた上でパソコンに貼り付いて投資をするのか、そんなイメージを持つ方もいると思いますが、これだとハードルが高くて大変そうだし、ズボラな人はそんなの続かないよとなってしまうでしょう。しかしそんな人にこそおすすめの資産運用の始め方があります。今回紹介する資産運用は、いわゆる王道で一度始めれば、 あとは、ほったらかしで OK なので、忙しいビジネスマンや主婦の方にもぴったりです。いやいや、そんなの本当かなと思うかもしれませんが、僕の動画は初心者向けに作っているので、本当に誰でも気軽に始められます。大まかな流れとして、以下の3つのステップを順番に紹介していきます。丸1、お得な制度の積み立てに i を知ろう。丸2、目標金額を設定しよう。丸3、 資産運用を実際に始めてみよう。それぞれ順番に見ていきます。まずは、丸一、お得な制度の積立 NISA を知ろう。NISA は聞いたことある方も多いと思いますが、日本、インディビジュアル、セービングスアカウントのことで、日本語に直すと、少学投資非課税制度と言われます。つまり、投資の利益に税金がかからない、お得な制度なので、次にもう少しわかりやすく解説します。はい、本来、 投資の利益には約20%の税金がかかります。例えば、利益に税金がかかる課税口座で、投資をした後に値上がりにより売却時に利益が出ていたとします。すると本来、利益には約20%の税金がかかるため、仮に10万円の利益だと2万円が税金として取られて、手元に残るのは8万円になってしまいます。 しかし、NISA 座で投資をすると、利益に税金がかからず、まるまる受け取ることができます。さっきの例なら、10万円の利益が全てもらえるのでお得というわけです。ちなみに、積立 NISA は、投資を始めた年から最長20年間、非課税で運用を続けられるんですが、これによるシミュレーションは、また後ほど解説します。とりあえずは、 積みたて NISA で資産運用を始めれば、利益に税金がかからず、お得と覚えておきましょう。はい、ここまでお話しした内容で、少しイメージが湧いたかと思いますが、NISA は口座、いわゆる箱だと思えば OK です。よく誤解されがちなんですが、NISA って損することありますかと聞かれたりするんですけど、NISA 自体が商品ではなく、口座なので箱のイメージが正しいんです。なので、 この箱に何の商品を入れて運用するかで利益が出るかもしくは損失が出るかが変わってきます。で、先ほど話したように普通の口座に比べて NISA 口座は利益に税金がかからないのでやはりまずは NISA 口座で資産運用を始めるのがいいでしょう。さて、そんな NISA 口座で運用する商品は何を選べばいいかなんですがこれは全世界株式もしくは米国株式の投資信託を まずは知っておきましょう。先に投資信託について説明しておくと、こちらのイラストのように、様々な株式などが袋詰めになっている金融商品で、これ一つで数百社、数千社の株式に分散投資をすることができます。一つの企業の株式だと、その会社の業績が悪くなった時に大きくダメージを受けてしまうので、資産運用は分散投資が大事とよく言われますが、投資信託は その分散投資が手軽にできる便利な商品だと覚えておきましょう。で、この投資信託で選ぶというのが全世界株式や米国株式です。つまり世界中の会社の株式や米国の会社の株式が袋詰めになっている商品なんですが、この二つは過去をずっと遡っても長い目で見て右肩上がりが続いています。青色の全世界株式は過去30年で約7倍。 赤色の米国株式は近年かなり好調なこともあり、過去30年で約19倍にまで増えています。さらに世界全体で見ても、もしくは米国単体で見ても、今後も人口増加などの後押しが予想されており、これからも年5%程度の利回りは期待できるでしょう。なのでもう、これさえ知っておけば、 資産運用はほぼ正解と言ってもいいんですが、全世界株式や米国株式の投資信託を買って、あとはほったらかしをしておくだけで、資産運用は OK なんです。こうやって聞くとびっくりするかもしれませんが、それくらい資産運用は簡単で、誰でも始められるものだと言えるでしょう。そうしたら次に、ステップの丸に目標金額を設定しよう。例えば、子供が生まれたばかりで、 約20年後の大学資金に向けて準備をしていこうと考えているケースで想定しています。一般的に大学資金は約1000万円程度は準備しておきたいと言われているので、今から資産運用を始めて20年後に1000万円を準備するシミュレーションを考えています。 ちなみに先ほど見た通り、資産運用は平均で年5%程度の利回りを見ておくのがいいので、運用期間は極力長い方がいいでしょう。はい。資産運用で約20年後に1000万円にするシミュレーションですが、こちらは積立 NISA の限度額である年間40万円を20年間毎年積立して年間の利回りが5%と仮定すると、5年目はまだ 約27万円の利益なんですが、20年目にはなんと約558万円もの利益に増えています。なんでこんなに利益が変わってくるかというと、利益が利益を生む、福利効果が効いてくるからです。これで元本の800万と利益558万円を合わせて、約1350万の資金が用意できることになるため、大学資金の準備もバッチリでしょう。 月3万円の積み立てなら自分でもできるかもと思いますよね。また、積み立て NISA なら、この20年間の運用データ利益が非課税になり、まるまる受け取ることができるので、NISA のメリットの大きさがお分かりいただけたかと思います。 そして、丸3、資産運用を実際に始めてみよう。今回紹介した積立ニーサは、金融機関によって選べる投資信託のラインナップが異なるので、大手銀行や地方の銀行などより、楽天証券や SBI 証券などのネット証券がおすすめです。ポイント還元でも、このあたりは人気なので、このどちらかを選んでおけば間違いないでしょう。ちなみに2024年から新ニーサが始まるので、 最近はニュースでも話題になっていますが結論として積立ニー s と新ニー s は別物での扱いになるので今の積立ニー s から始めても問題はありませんこの新ニー s と積立ニー s の比較については概要欄の関連動画を見てくださいまた資産運用を実際に始めるにあたって最初は小学から始めようという話もしておきますこの理由として投資額が小さければ それだけリスク、値動きの幅も抑えられるからなんですが、資産運用は綺麗な見方上がりになるわけではなく、2008年のリーマンショックや2020年のコロナショックの時など、タイミングによっては大きく下がってマイナスになることもあります。例えば、投資の元本100万円が10%下がるとマイナス10万円になり、暴落した時の損失額も大きくなります。 10万円もの含み損が出てしまうと、精神的に怖くなって、相場がやたら気になってしまったり、資産運用をやめてしまう人も多いでしょう。一方で、1000円から資産運用を始めれば10、10%下がっても、マイナス100円で済みます。このように、投資額が小さければ、リスク、値動きの幅も抑えることができるので、最初は月3000円など、小額で始めて、運用に慣れてきたところで、 投資額を増やすのがベターです。では最後に、よくある質問にお答えして終わりにしますが、まずポートフォリオはどうするのがいいのか。ポートフォリオとは、どこの国の何の資産に投資するかに基づいて選ぶ、金融商品のことですが、これは先ほどお伝えした通り、全世界株式や米国株式の投資信託で、ひとまずは OK です。具体的な商品で言えば、EMAXSLIM 全世界株式オールカントリーや、 Slim スス米国株式 S&P500 を選んでおけば間違いないいでしょういや、ポートフォリオってもっといろんな商品を選んで組み合わせをするんじゃないかと気になる人もいるかと思いますが、例えば全世界株式の投資信託一つでも世界50カ国の先進国、新興国の株式約3000名柄に幅広く分散投資がされています。そのため、 この投資信託一つでも分散投資は十分に効いていると言えます。次によくある質問として貯金との割合はどうすべきか。これはいろんな考え方がありますが、僕の例で言うと自分は基本現金と先ほどの全世界株式もしくは米国株式の投資信託のみ保有をしてバランスをとっています。この話は 無リスク資産と有リスク資産という言葉を知る必要がありますが、そこまで難しくはないので安心してください。リスクというと危険性みたいなイメージを持つと思いますが、投資の世界においてはリスクとは値動きの幅のことを言います。つまり相場により価格が変動する株式などはリスク、値動きがあるので有リスク資産と言いますが、一方で現金のように 値動きがなく、価格が変動しないのを無リスク資産と言います。この二つがあるのを理解して、例えば両者を半分ずつ持つと、リスクのバランスをうまく調整することができるんです。一つ例を見てみると、仮に100万円を今持っているとして、それを50%の半分に分けて、50万円を無リスク資産の現金、もう50万円を有リスク資産の株式に分けたとします。 その後、もし、株式が暴落して、価格が半分に下がったとすると、株式の方は25万円になりますが、一方で、現金の価格はそのまま50万円なので、トータルで見ると、100万円が75万円となり、50%の下落を食らうところが25%で済んだことになります。そのため、貯金との割合は、現金対株式イコール50対50を基準として、 もう少し守りたい人は現金を多めに、逆に攻めたい人は株式を多めに考えるのが分かりやすくていいかと思います。いずれにしろ、株式相場が低迷した際も、クッションとなってくれる現金をしっかり用意しておくのも有効な対策と覚えておきましょう。では最後に、この動画を見て本気で資産運用を始めたい方へ、自分が熱意を込めて書いた書籍、資産形成1年生をぜひ参考にしてください。 この本は初心者向けに全編フルカラーで楽しい漫画もついておりまた今回お話しした資産運用について投資のさらに詳しい説明やまたニーサの詳細をオリジナルのイラストで解説していますので資産運用を始めたいけどまだ不安があるという人はぜひ読んでみてください本のリンクは概要欄に載せておきますはいでは今日のまとめです30代40代から 資産運用を始めることは決して遅くはない20代に比べて収入も増えており結婚や出産を経て将来のお金の準備を考え始めるにあたっていいタイミングとも言える資産運用の第一歩は積立にさにて目標金額を設定して全世界株式や米国株式の投資信託を積み立てしあとはほったらかして OK 月3万3000円 年間40万円の積み立て、年利5%と仮定すると、20年後は元本800万に対し、利益は558万円にもなので、思い立ったら始めよう。はい、こんなところですね。またわからないことがあれば、YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そしてこの動画が役に立ったと思ったらぜひ、いいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。 バンクアカデミーではお金に関するさまざまな動画を配信しています役に立ったと思ったら是非チャンネル登録をよろしくお願いします